どうも斉藤紳士でございます。さあ今日は雑談会でございますけれども、4月になったということはですね、3月が終わったということでございます。今年の3月末にね、締め切られました。スバル文学賞、新潮新人賞、それから文芸賞3賞あったんですけれども、どこに出したのかというのをね、毎年言ってるんですけれども、今年はですね、どこにも出しておりません。はい。納得できるものができなかった、書けなかったというよりは、正直書いてませんでした。ここはちょっと反省点でございまして、案はあったけど、プロットを立てたものは何個かあったけど、結局書くというところまで至らなかったですね。それは僕の問題なので、誰かにすいませんって謝ることでもないのでね、小説家になりたいと言ってるくせに、今年は出せなかったというのは非常に、残念でございますけれども、納得いかないものを送ってしまうよりは、いいのかなというふうには思ってますし、しっかり、やらないとなという気持ちでもあります。はい。この3つとも送らなかったのは多分初めてじゃないかな。2017年から僕小説を書き始めて、こういうふうに公募型のね、新人賞に送り出してから、多分1個も、でもあるか、群像にだけ送った年もあったかな。最初ね、群像でやっぱ引っかかったんで、群像に一番力を入れて出していたので、正直3月末は出さなかった年はあったかもわからないですけど、ここ近年で言うと、4年5年連続では出してたと思うので、久しぶりにどこにも送りませんでした。はい。スバルさんではね、1回、最初にも残していただいたんで、そこからは毎年出してたんですけども、ちょっと今年は見送りました。見送りましたというか、間に合いませんでしたね。なので今年、今からですね、ちょっと、もちろん、直近で言うとやっぱり文学界新人賞、それから群像ってなるんでしょうけれども、もうそこら辺もしっかりチャレンジして、来年のスバル新潮文芸には全て出せるように、というか正直言うと、そこまでにはもう受賞して小説家になるというのが一番、いい未来なんですけれどもね、とりあえずそれぐらいは書けないとということですよね。忙しいなんてね、偉そうにね、言えるような立場じゃないですし、別に忙しくないですし、YouTube をやりながら、芸人をやりながらとか言ってますけども、別にね、絶対できるんで、で、連載もね、ダヴィンチの連載もしながらというふうにね、言っても、やっぱり全然余裕でできないといけないですし、それを生業としようとしているんであれば、当然できなきゃいけないことであって、大谷翔平が言ってるかと、ちょっと練習忙しいんで、今日の試合休みますみたいに言ってないです。そんなバカなっていう話ですからね。そこら辺はしっかりして、やっていきたいなというふうに思います。だから正直今年も小説家にはなれなかったということでいいと思うんですよね。わからないですよ。まだ今年中にね、その五大師以外のところで出せるところがあれば、またちょっと考えますし、それで今年中になんとか小説家になれるかもしれないけれども、その目はあまりないかなというところなので、夢は来年に持ち越しということになりますけれども、来年にはしっかり、小説家になれるように、日々鍛錬、日々読んで書いて勉強して、皆さんに追いつけるように なれたらいいなというふうに思っております、という今日はお話でございました。どうもありがとうございました。